はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ゴッドフェニックスギアフリードです。さあ本日なんですが、皆さん診断で登場したこのフェニックスギアブレードというカードご存知でしょうか。このカードですね、あのマジで強くて、これずっと待ってたんですよ、実装を。これをですね、今日は使っていきたいと思います。これね、まあイゾルで絡めたデッキに入れるとめっちゃ強いんですけど、これどういう効果を持ってるかっていう と、装備モンスターの攻撃力が300ポイントアップするっていう、あ、戦術力が炎属性モンスターにのみ装備可能です。で、装備モンスターの攻撃力が300ポイントアップするって超最強効果と、あと、2番の効果で、装備モンスターが攻撃したダメージステップ終了時に、このカードを墓地に送ると、このバトルフェル中に自分の戦士族、と炎属性がそれぞれ2回攻撃できるっていう超脳筋効果。これだから要は、後手で、このカードを装備してるモンスターがぶん殴った後にこの効果が発動すると、その周りのモンスターと自分もなんか全部2回攻撃できるんですよ。だからすごいキル性能が上がるんですね。でしかも炎属性か戦士族だったら何でもいいんで、例えばトガ姫とか、アンブロエールとか、この辺のモンスターも全部2回攻撃できるようになるんで、これめっちゃ強いっていう後手で、はい。で3番の効果で、このカードがモンスターの効果発動するために墓地を加えると、手札に加えるっていう。だからイゾルデのコストとしてガチで優秀で、イゾルデってリクルート効果使うときデッキから墓地に装備カード送るんですけど、2番目の効果これがね、フェニックスギアブレード送ると返ってくるんですよ。これがだから実質イゾルデのリクルート効果使ったサーチできるみたいな感じです。これめっちゃ強くて、はい。でこのカードをまあ使っていきたいと。でまあ何デッキに入れても正直戦士族デッキやったらいいんですけど、まあ一番強いのはやっぱ装備カードを一番うまく使いこなせる遠征騎士ですね。遠征騎士デッキにこの、まあ、ギアブレード入れるといろんな器用なことができるし、装備カードを回収簡単にできるし、イゾルデで、ギアブレード落としながらリッチャルデッドを特殊召喚とかできるんで、これめっちゃ強いわけですね、はい。というわけで、今日はこの最強の剣を、使用した遠征騎士の最強ムーブ見せていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。悪くはないか。悪いのか、いや悪くはないか。まあ一応ディアベルサー発動、財宝狩りぶん投げてディアベル特集抹殺あるんでね。まあちょっと一応ね、ある程度の誘発は弾けるし、ジーウララで弾きがいいんで、まあ結構いけるんじゃないかと思うんだけど、無限法要とかちょっときついな。現財宝スネークアイセッティング、あー難しいけど、これ一発打つしかないかな。ちょ、うららだけちょっときついから、うらら打たれたら抹殺するしかないかな。あ、GOK、それはうららで、ぶち込んでいく。ですね、妨害跡がなければ結構展開はできると思うんですけど、ですね、まあ、チューナー出しておきますか。これチューナー出しておきまして、でとりあえず一回ちょっと財宝狩りの悪魔の効果発動しました。1枚ドロー入れて、なんかちょっと初動で強いやついきたいですね、できれば。ちょ、こっからだとイゾルテで4枚落とすとか、悪くないか。大聖剣博物館、これあのね、あんまりその固定ルートがこのデッキそんなになくて、あの割とそのこれで1枚初動とかそういうのはないんですよね。なんか戦士族の組み合わせで動いていくみたいな感じのデッキになってまして、ちょその辺で結構難しいところはありますね。明確な一枚初動はちょっとこのデッキは今のところ存在してなくて、まあ一応ランク4できれば、バーニングナックラーとかから動けたりするんだけど。でオジエ召喚します。これニビルも抹殺でケアできるの強いな。ちなみにニビル結構刺さるんで、これはリナルドで回収したやつを落として、リナルド特殊召喚して回収と。でゴッドフェニックスギアフリードさんを、回収させてもろて、まあ、ちょっと装備カードがないと魔法、モンスター効果無効にできないんだけど、まあ後で作りましょう装備魔法はね。でまずとりあえずイゾルデ を作ります。でチューナーはちょっと一旦残して、イゾルデ出す。でイゾルデで追ってきたモンスターはこのターン召喚とか特殊召喚とか効果発動とかできないんで、まあ、次のターンのこと考えて、持ってきておいたらいいですね。で、イゾルデ効果贅沢に装備カードを4枚使うことによってデッキからレベル4の戦士族をリクルート。これ、ね、装備カードもうちょっとね絞るとね、何デッキもうちょっとこうなんていうかな、まあ薄くというかできるんだけど、
できることが減っちゃう。その1と1とかでイゾルで作ってもなんかその繋がんないんですよ、聖騎士に、遠征騎士に。だからね、結構ね、装備カードはある程度ね、あのね、入れないといけないっていうのがあってね。でこれが新しいフェニックスギアブレードっていうカードで、もうなんか適当に墓地を送ると帰ってくるんですよね。これめっちゃ強くて、これマジで最強っす。でとりあえず、支援のトガ姫ちゃん出しまして、でトガ姫ちゃんの効果でなんか適当にモンスター蘇生して、アンブロエールまでは行きましょう。ここアンブロエールの枠はまあ正直なんでもいいんだけど、戦士族、じゃあ炎属性であれば、はい、まあ、一応アンブロエールが強いかなと思ったらアンブロエールにしますけど、なんでもいいです。でギアブレードを一旦ここに装備しときまして、一応ゴッドフェニックスギアフリードをここで出していくと、まああんまりね、このここからモンスター効果飛んでくることはないと思うけど、ね、まあ、一応これでモンスター効果あの向こうが1枚立ちましたよと今現状ね。でオジエ特殊してヒロイクコールで、ほんでレベル5シンクロしていきましょう。でこっからアンジェリカを道端アンジェリカを出していけば、シンクロにつながると。道端アンジェリカで道端アンジェリカ、自分でいて自分で待つ世話ないよ。でアンジェリカの効果、大聖剣博物館持ってきて、博物館は今1台博物館交流されてるんですけどね。で一旦博物館先に打つよりもこれ先だな。王子をですねこれ装備しまして、で飛びましょう。王子装備するのにチェーンして、対象に取られるとなんか知らないけどびっくりしちゃって、道端が飛んで、トゥルパン墓地を送りながら飛ぶ。でモンスターとクッション感ローラン出てくる。 OK で装備カードが装備カードが存在しているので、自分の墓地から特殊召喚、どっちこれ、これこっちか、でテュルパン特殊召喚、はい、で急シンクロちょっと待ってこれさ、通常展開してるだけでまあまあ時間かかるのこれ。でシャルル、こちらでまだ全然展開終わんないんですけど、あと69秒しかないのマジ69秒しかないのマジで、こうするっしょ。でこれキャンセルで、装備カード装備したシャルル一体でシャルル大帝出していく。オーケー。でシャルル大帝の、効果を発動してシャルル装備、よいしょ。でシャルル大帝前に出す、オッケー、おい、どっちもいい時間大丈夫かな大丈夫かな。で大聖剣博物館発動して装備カードをもう一枚持ってこさせてもろて危ない、これギリギリ間に合いそうだな。で遠征剣アルマスを装備、で装備カード装備してるシャルルがいるからこいつでリンクシャルル耐えて、オーケー時間待ちねえな。でシャルル耐えての効果でシャルル装備、アルマス効果で回収トゥルーパピカで、これで、一応、装備カードの数だけ強くなれるんですけども、シャルル大帝が、マホトラップ向こう、まあ、2体いるんで2回ですね。マホトラップ向こうに1回でモンスター効果1回向こうで、トガ姫が墓地にいるんで一応1枚特殊がされたらモンスター破壊するという感じですね。ちょっとマジでやばいです、時間がガチで時間ない。でエンジェリングでちなみに、魔法カードもなんか向こうにできます。はい、ちょっとマジでやばいほんまにやばいガチで時間ない。抹殺伏せられなかった、装備カードの枠がなさすぎて。あんまりは魔法トラップとは相性よくないですね。ちなみに遠征騎士は魔法トラップ系の強いカードと、愚かな服装 OK、 これは無効になります。エンジェリングの効果で無効になります。はい、これ妨害者やばいですからね。もう魔法トラップあと2回無効も残ってますからね。でモンスター効果に1回無効で、で特殊召喚したらなんかトガ姫が湧いてきて破壊されるみたいな。あ、そうなんですよ、これね、先行展開通ると相手が畳んじゃうから遊戯王にはなりません。うわ、G トールカゲーミング始まった。ベイゴマックスはでかい、かなり。ベイゴマンね、ちなみに遠征騎士の最強書道なんで遠征騎士最強書道はベイゴマックスと言われてますんで、ちょっと待ってマジで、たよっしゃー、きたー、トーリング、これはでかいぜ、これはめちゃくちゃにでけえ。グランギーナロッケ、いや、お前くんのかい、マジでいらねえな。ベイゴマックス君でサーチするカード絶対来る問題について議論したい俺は。
あーシロビオンちゃんね、シロビオンちゃん激エモドラゴン最強モンスター来た、ユランダル来た、これはどこまで行くんですかね。ギニョルが出てきて、まあ、とりあえずドローさせてくれるのはまあいいか。ギニョル出てきて、はいはい、OK です。でギニョル効果、墓地を送るのと、あとデスピアの効果でアルベルがサーチされるのか。 OK、 いいよ、了解。なんか強そうだな、まあ、強そうな動きしてるけど、まあ、ドローさせてくれるのはまだいいわ。ただちょっとベイゴマックスと竹トンボーク引いてるのだけちょっと許せないんだけど、まあ、クエム、あ、これ召喚剣使ってんのかまだ。いや、強えなこれ、クエム召喚か、これつまりやば。ちょ、これまくれるかなこれ。さ、 G 通ってるとはいえちょっと妨害数多くない？これ G 通ってるとはいえこれ妨害数多すぎんか、やばいかこれ、もしかして断罪ね、断罪効果。あー、楽にも回収か、なるほど。あ、 OKOK、 いいよ、了承。いやーこれーちょ、マナうぜえなこれ。まあ、ハカーラ強いけどね、多分ハカーラ強いけど、ただこれアルビオンの効果でなんかセットされるでしょ、なんかセットされて、で、ま、た多分これシロビオンは大丈夫で、クエーム一応無限効果取っといた方がいいのかな。ちょっと何が伏せられるかちょっとあれですね、わかんないんですけど、断罪か、なるほど、断罪。いやまあただちょっとエクストラデッキからモンスターなんか離れるとなんかやばいこと起きるから、多分これまずちょっと一旦このなんかクエムとかいうババアを、無効にしないといけなくて、ちょ、お前だ、ま、黙れって言って、アルビオン対象取れないからクエムだけ無効にさせてもらって、でここでね、ちなみにグランギニョルが除外してなんかルルアリルスとか出てくるとそれでさらにやばいんだけど、ベイゴマックス出てくるでしょ、でベイゴマックスの効果は起動しないと、なんでやねん、毎回毎回竹丼防具食ってから行きやがって。とりあえずこれ一回竹丼防具をドヤ顔で出すしかない。なんでこれな。でアルビオン効果起動、アルバス対象、アルバス特殊と、これはどれが特殊化されたこれ、デスピアンかクエムか知らねえけど、あー、まあ、ちょっと一旦ハカーナ打つでしょ。これさ、ハカーナ打ったらこれどっちも出てこないですよね。とりあえず一回ちょっと吹き飛ばさせてもろて、でアルビオンくん、これ何なんだ、塗っちゃうんだこれ。あー、マグナムビートセイバーか、なるほど。あ、まあでもそれ、これ多分出てこないですよね。はいはいはい、まあ、除外されるのを鬱陶しいからってことですね。で増殖する銃打たせてもろて、ひたすらに増殖する銃打っていくと、一生増殖する銃地獄から抜け出せない男。はい、ちょ、頼むマジで、なんか強いカード引け。あー、強いカード引いたわ、これまあまあ強いな。で蘇生できませんでした。ただ、あとこれ断罪ですね。マグナムートはまあどうでもいいです、もうマグナムートについてはもうどうでもいい。だからあとは、断罪とかいう最強カードが、まあちょっとこれゴシップシャット出してもいいな、断罪とかいう最強カードをなんとかしなければならない。特殊召喚する系の効果を一応、そのアルバス系の融合モンスターをリリースしたり、墓地から戻したりして、無効にして破壊するっていう効果なんですけども、まあ、ちょっと、デュランダルでサーチだけだし、で、デュランダル効果、これさすがに一回おじいへ出していくしかないかな。で、爆破。で、ミッシング X セイバーインボーカーの効果、オーバーレミットを1つ使ってデッキから、レベル4重戦一族または戦一族のモンスターを出すという効果。まあここで使っていただける、でかいこれ、マジでこれイゾルテの、ね、リクルート効果とかやってられなくてよかったわ。ここでね、これは全然多分貫通できるぞ、これはいけんじゃねえか、これは多分貫通できる。オジエ召喚効果でデッキから戦士族を送ります。あ、これ多分もうチェーンねえからなんかいけそうな気がするよね。ちょ、リナルドを落としとくか。で、リナルドを回収しに行きましょう。ジョアユーズの効果、爆破すると自分の墓地からモンスターを回収できるんで、これでリナルドを回収させてもろて、これ召喚剣使っちゃってるからね、基本的に。だから戦士族を2体並べるのも意外と大変なんでね。オジエがね、ちょ、多分一番初動にはならねえんだよな。ちょっとなんか、オジエが一番初動になるルートとかあんのかな。俺、遠征騎士の、何、プロじゃねえから、その完全に展開理解してるわけないんだけど、
とりあえずスネークアイだけ、ぶっ壊してもろって、まあ、これは後でいいかな、打つのは。で、回収するカードありますね。装備カード回収しときましょうか。リナルド特殊召喚してこうか。装備カードの方を回収。まあ、デュランダムでいいか。まあ、これはね、対象に取るカードにもなり得るしね。装備カードが存在するという状況になるからね。で、リナルドとオジエで、イゾ&ルデ出して、で、イゾルデの効果。で、これサーチするカードは、使わないカードターンでもいい。あとはこれなんもなければね、ものすごいね、量のね、打点をね、相手の顔面にね、かましにいけるんだけどね。イゾルデの効果はどうするわ。イゾルデの効果、カードを墓地に送ることによって、敵からモンスターをリクルーティングしていく。リッチャルデッド特殊。で、リッチャルデッド特殊召喚成功時効果。これ、戦意即死まで入っちゃうんですけど、自分の墓地の、炎属性レベル4モンスターを特殊召喚でき、さらにフェニックスギアブレードの効果によって手札に返ってくる。このフェニックスギアブレードの効果マジで高校の時クソ強いんで、ちょっとこれ見せていきたいですね、できれば。で、オジエ特殊して、で、オジエとリッチャルデッドでシンクロ、道端アンジェリカ出して、おいしょ。で、道端アンジェリカ効果、博物館混流。いいぞいいぞ、いける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 、140秒まだ時間はある。で、大聖剣博物館の効果、聖剣カードを持ってくる。よし、いいぞいいぞいいぞ、今市場に、今ディモールトイで、オリビエ効果発動して、道端アンジェリカ対象に取ります。で、道端アンジェリカびっくりする。超林一応さん見ててください、俺の林。ゴッドフェニックスギアフリード墓地送って、超変身してリナルド特集、はい、よいしょ。で、王子へ装備出す。ちょっと2体になんなかったな。まあ、ちょっとゴッドフェニックスギアフリード回収できるから多分大丈夫だ。大聖剣博物館の効果、王子へを前に出す。で、アルマス装備、これはあの墓地のモンスターを回収したいからですね。で、シャレルをシンクロ召喚していく。で、シンクロ召喚からのアルマスが装備されている状態で墓地を送られたので、自分の墓地から戦術モンスター回収、よいしょ、よし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 、いいぞ。で、ローラン装備する、はい。で、一応1枚破壊するか。これだ、グランギオル全然効果発動されねえから、多分相手にこれデスピアの融合モンスター入ってねえな、これ。エクストラデッキにこれ入ってたら多分リルアレディスが出てくるからね。で、シャルル大帝が出てくる、よいしょ。で、シャルル大帝の効果、まあ、これをちょっと前に出すことはできなかったんだけど、まあいいでしょう。で、ゴッドフェニックスギアフリードの効果、自分の墓地から装備カードを除外して特殊召喚、いけー、こいつで召喚ムービー欲しいんだよな。で、フェニックスギアブレードをイゾルデに装備、うお、攻撃力300ポイントアップ、最強。よし、バトルフェイズだぜ。ちなみにフェニックスギアブレードは攻撃者ダメージステップ終了時に装備を外すことによって、フィードの戦速炎属性、戦速オア炎属性モンスター全員がそのターンに2回攻撃することができるようになるぜ。うおー、全員2回攻撃うおー、最強。さらにゴッドフェニックスによってお前のマグラムートは装備させてもらうぜ。キュウィー、うおー、最強。もう1回攻撃、おらー、対戦ありがとうございました。うおー、遠征騎士最強、フェニックスギアブレード最強。うわ、 G トールカゲーミング始まった、 G トールカゲーミング始まってもうたわ、完全に。ちょ、手札これ結局さ、なんかさ、これ何デッキってなるよね、このハンドって。まあ、ベイゴマックス最強ショットなんだけどさ、ベイゴマックスマジ強いんだよな。なんか OCG では全然返ってこないけど、なんかマスターデュエルなんで3枚使うんだろう、よくわかんねえね、これが。ちょっとマジで通って、頼む頼む、通して通して通して、マジで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 、やめろ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 って、はあはあ
って一応見守るしかねえか。まあ、まくれるとは思えないけどな。ちなみにマスカレーナリトルナイトマジ重いんですよね。マスカレーナリトルナイトガチで重くて、やっぱそのモンスターが2体消されたら基本的に聖騎士って何もできないんですよ。マジきつい普通に。いやまあそうなっちゃいますよね、そうなっちゃいますよねって話ですよね。サンライトウルフ出てくるんだ。へえ、なるほど。現在法スネークアイまだ使ってなかったんかお前、ふざけんなマジで強すぎるやろ。テックジーナス、え、ロケットサラマンダ、え、嘘、え、何こっから俺 TG 展開されんの、嘘でしょ。テックジーナススクリーサーペント、やばいやばい、なんかやばい、なんか宇宙最強ムーブしてないやばい動きしてない、なんか宇宙が巻き起こってんだけど、ちょっとやばい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 、やばいが起きてる、劇的にやばいこと起きてんな。ロケットサラマンダー回収だと、貴様一体何を考えているんだ、何を考えているんだ。スターガーディアンとサンライトウルフでテックジーナス、トライデントランチャーと、いやガチでやばいことしようとしてる。ちょっと待って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 、やばいって、それはさすがにやばい。タンクラーバ出てきちゃった、タンクラーバ、ロケットサラマンダースターガーディアン、これやばくね、これこれあれやん、なんかオーバードラグナー来るやん、トライデント、トライデントランチ、マイティストライカー、なるほど、でマイティストライカー効果、トークンが出る、え、ガチでやばくないこれ、これちょっと待って、ダブルチューニングってこと、これもしかしてさ、いやこれ、いやまさかね、いやそうなんですよ、あのね、実はね、テックジーナスの最強カードって何かっていう話を、多分これテックジーナス動画出した時もやったんですと思うんですけど、テックジーナスデッキって相手のターン何するかっていうと、相手ターンでシンクロするんですけど、なんかこうテックジーナスオーバードラグナーとかいうモンスター、なんでか知んないけど、なんか闇属性ドラゴン族なんですよね。これなんかわかんないんだけど、なんかオーバードラグナーがなんか闇属性ドラゴン族の非中なあのシンクロモンスターなんですよ。これなんかわけわかんなくて、ちょ待ってて、マジでやばいこと起きてる。レイゴマックス効果発動したいんですけど、なんかあります？いやこれチェーンしてこないもんねこいつ多分。うわっ、うーわやばやめろやめろ、ちょマジおもんないってこれほんまに。で何この宇宙最強デッキ、ちょ待って、ちょっと墓穴打ちたいんですけど、なんかあります？テックジーナスクローズが確か捨てられてた気がするんですけど、ちょっと墓穴でトガ姫飛ばしたいんだけど、なんかある？まあスルーだよねまあスルーなんですよね、そうなんですよね、スルーなんですよね、いやそうなんですよね、これ何が出てくるか皆さんわかります？これはい、じゃあさクイズです、はい、何が出てくるでしょう、何が出てくるでしょうって話なんですよ。ゴミモンスターだよ、ゴミがゴミがよ、何やねんこのデッキ、マジでマジおもんないわ。もうカラミティとかいうもんさ、なんで生きてんのこれ。スネークアイ見せかけた TG デッキとの強ない宇宙最強デッキやん、そのデッキ俺にも教えてくれや。